後藤祐吉地11月12日から1928年2月29日は日本の航空黎明期の民間パイロット。一等操縦士、一等飛行士免許取得、航空機による旅客輸送、日本一周飛行などにおいて日本初を成し遂げた。太平洋横断無着陸飛行計画の訓練中に墜落死した。1896年。 宮崎県延岡市南町で裕福な昇華の4、男に生まれる。幼少期より、機械に関心を持ち、宮崎県立延岡中学校に入る頃には、蒸気機関付きの精米機や、水上自転車を製作した。航空機に関心を持つようになったのも、この頃という。1914年、延岡中学校卒業後に上京。 三井物産の自動車部門で無給の工員として働くが、飛行士、白戸栄之助に出会い、その助手となる。1916年、服用水上飛行機、白戸式、岩号と共に、延岡に帰り、東臼杵郡門川町の海岸において、独力で飛行訓練を行い、試行錯誤の末に、直線飛行に成功した。 1917年に再度上京し、帝国飛行協会の第3期操縦制試験に合格、陸軍への委託操縦生として飛行訓練を受け、翌1918年5月に卒業した。1918年8月には陸軍に看護卒、補充兵として招集され、シベリア出兵に従軍している。翌1919 19年に復員し、 帝国飛行協会技師となった。1920年8月、帝国飛行協会主催の第1回検証飛行大会に、伊藤式エミ16型、富士号で出場。飛行高度は5000メートルを超え、高度飛行と高等飛行で1位となった。9月には、富士号で、郷土訪問旅行を行い、故郷に2式を飾った。1921年に、 航空法が施行されると、日本で、第1号の一等操縦士、一等飛行士の免許を取得した。1922年、東京、上野で開催中の平和記念東京博覧会の開催に際して、各ヶ原から代々木まで、二人の新聞記者を乗せて飛行した。これが、日本最初の旅客輸送である。1923年4月の二度目の、 共同訪問旅行を行い、宮崎市の一つ洋浜で航空ショーを行ったほか、延岡では母の地下を同乗させて空を飛んでいる。1923年、日本航空株式会社が設立されると、運航責任者として定期航空の推進を行った。1924年には大阪毎日新聞社の企画により、日本初の日本一周飛行を行った。 7月23日から7月31日まで、後藤の操縦する川正式系マイナス6型、春風号は、大阪、鹿児島、福岡、金沢、秋田、室蘭、大港、霞ヶ浦、江尻、四日市、大阪の4395キロメートルを、飛行、飛行時間33時間34分であった。1926年には、 大阪形状大連の空路を開拓、日本初の海外郵便物空輸を実現した。1927年5月、宮崎県と宮崎市が行った、宮崎産農産物の販路拡大キャンペーンに協力し、川西式系マイナス8型で、宮崎から大阪へカボチャなどを輸送したが、これは、日本初の生鮮農産物空輸となった。 1927年、リンドバーグの大西洋横断単独無着陸飛行に刺激された帝国飛行協会は国産機による太平洋横断無着陸飛行計画を立て、4人の飛行士を選抜、後藤が操縦士監督に任命された。4人の飛行士は霞ヶ浦海軍航空隊に入隊して飛行訓練を積むこととなった。 1928年2月28日、後藤祐基地が操縦し、諏訪う市及び岡村特長海軍隊員が同乗する13、指揮環状攻撃機は、霞ヶ浦大村間往復訓練飛行のために、出発した。2月29日、大村から、霞ヶ浦の袋に、諏訪飛行士の操縦で飛び立った機は、悪天候の中、佐賀県富士津郡七浦村の田田田岳山中に、 墜落した。巣は、岡村は火傷を負いながら、脱出に成功したが、後藤は死亡した。表年33。後藤の死により、太平洋横断無着陸飛行計画は中止となった。延岡市の城山公園内に建てられた、後藤祐吉の日以下の場所に、後藤祐吉の銅像がある。また、以下の記念碑等が建てられている。内藤記念館には、 富士号のプロペラや遺品などが展示されている。1987年に、後藤ゆ吉の部岡県検証会が設立されており、後藤忍ぶ、各種行事が行われている。また、2003年には小惑星7618、後藤ゆ吉が命名されている。ありがとうございます。